はい、じゃあ、おかめです。今日はですね、えー、6月20日ですね、木曜日からのですね、日本株を中心にした短期の私の相場感と気になる金融と経済とビジネスの動きですね。そして最後にですね、えー、注目に銘柄ということで、めちゃくちゃ上がってるですね、あのセクターということで、そのセクター特集ですね。まあそういった意味では、もう一つね、えー、気になるセクターがあります。まあこれはね、またここからですね、勢いづいてくるんじゃないかと。もちろん、 今じゃないですけどね、うん。ここからまあ年末にかけて、えー、注目されるんじゃないかなというセクターがありますので、その2セクターをね、えー、見ていきたいなと、シェアしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけで、えー、昨日お休みいただいたんですが、武田軍のですね、猛攻にあって休んだわけではないんですよ。ハラハラしましたけどね、えー。まあ実際にはですね、ちょっと仕事が忙しくて、 昨日はお届けできなかったというのがあります。まあちょっと仕事のね、会食があったんですよね。まあ結構でも会食の席でですね、私の YouTube を見ていただいてるっていうことだったので、見ていますかね。<laughs> まあそういった仕事で,でもね、そういったところで YouTube が結構生きてるっていうところで、まあ、嬉しいなと思うんですけどもね。 で、意味、そういった意味ではですね、今ね、日経平均ですね、再び今日もですね、上昇してしまうんじゃないかというところで、あれあれとね、皆さん思っていたと思います。ただね、日経平均勢いがですね、伸び悩んで、海外勢がですね、日本株を売っていると、投資分配を縮小してるんじゃないかといったですね、懸念が出始めています。このあたりね、ちょっと中盤でも詳しく、 解説をしていきますけども、あ、もう出てきちゃいましたね。すいません。そう。投資対別のですね、売買状況というのがね、これはこのままあ、よく質問があるんですけども、Google で検索すれば、投資対別売買状況と出てきますのでね、えー、まあそういった形でご自身でも検索してみてもらうといいんじゃないかなと思いますが、もうですね、これ3週連続で、えー、海外投資課税が日本株を売ってきているんですよね。も、ま、う、あ、ここまでずーっとね、見てもらうとわかる通り、緑が、あ まあ買いでで赤が売りなんですよね、まあ、ずっとこうやって見るとね、大きく日本株を買い越してきた海外勢が、まあ、海外投資家含めてね、基幹投資家たちがですね、今3週連続で売ってるっていうのは、やはりえ日本株がここに来てですね、まあ、難聴になってる一つの要因かなと。特にだからまああれですよね、今、欧州の危機が。 ね、騒がれていますよねフランスを中心にしたそしてドイツなどもね極右政党が政権を握るかもしれないということで第2、ねえー、勢力までなったのかなドイツでもねというニュースもありますのでちょっと不安定化していってまあ欧州を中心にした機関投資家が一旦本土の方にですね資金を動かしているもしくはリスクオフをしているとまあそういった可能性もありますよね、まあ、そうした中でまあこう海外勢が日本株を売って で,で、今ね、個人投資家、日本株を買うっていうですね、えー、そういった、あまあ、時的にはですね、まあ、あまり、まあ、いいとは言えない,い,い状況になっている。まあ、でも、個人投資家は基本的には逆張りですのでね、逆張り好きなんですよ。安いところを買いたいという形で、まあ、別にそれは悪いことじゃないですけどね、正しい僕は行動なんじゃないかなと思ってますので、何もね、逆張りが悪と僕は思わないですね。順張り投資家、逆張り投資家って言って、まあ、下がったところをね、えー、そこを拾っていくのが、 得意な投資家もいれば、上がっていくところをね、移動平均線とかを超えてですよ。上がっていくところを、順張りで乗せていくってことが得意な投資家がいると。ただそれだけのことなので、順張りが良くて逆張りがダメだってことはないんですよね。そう、得意不得意の技の話なんでね。まあ、僕の、だから知り合いのね、相場師。 とかはね基本的にはこの辺りは、まあ、その得意不得意とかねこれまでどういった形で利益を出してきたか出してきてないかとかその辺にまあえよるんじゃないかなと思ってます。まあ、最近はなんかね昔と昔前と違ってなんか順張りが王道正しくて逆張りはなんかこう悪だみたいな。 まあそういったあね、ちょっと雰囲気なんですよ。実際のところですよ。長いことね、20年とか25年ぐらい相場やっていればですね、私25年間ね、えー、株式投資やってますけども、25年前とかは別に逆張りが、どちらかというとお、その勝つための必勝法みたいな感じでしたからね。うん。まあ今はなんか順張りですよね。うん、そのトレンドもありますけどね。うん。まあそういった意味では、あ個人としてが逆張り好きなね、えー、そういったあ勢力もいるので、これに来て買ってきてると。 これが、ま、きつ度出るか、強度出るか、と、いったところかな、とは思いますね。で、証券しても売ってるのか。うん、か結構、時愛的には、そんなに良い,いとは言えないですよね。まあ、こっからね、売ったところを買ってくれば、またね、えー、合いは良くなっていきますけども、ただね、今日の、ね、えー、一応、上昇分は吹き飛ばすぐらいに、日経平均、今のところですよ。 75円安という形で下がっていますし、またニューヨークダウンの先物も,も,もですね、えー、昨日は小反発ぐらいでしたけども、今日はですね、ニューヨークダウンの先物は下がってきているということで、うん、まあその、僕がちょうど休んだあー、昨日か、昨日は結構上がったんですよね。300円ぐらい上がったのかな。うん、上がっていましたけども、今日はまあ今のところ、 今日の上昇分ぐらいは、帳消しにしそうだな、っていうことになってます。まあ、中国反戦が結構上がってますね。うん、これ、景気浮遊作かなんかでやったんですかね。ちょっと、本当に昨日は本当に仕事忙しくて、そのね、えー、まあ、今日の朝まで結構動きっぱなしでね、えー、いましたので、ちょっと相場実は見れてないんですけど、まあ、そんなもんですよ。副業トレーダーですし、えー、本業はね、別に僕は株式投資じゃないですからね、会社経営者であって、えー、作家であって、えー、ね、 え、デーブユーチューバーでもあるので、本当にだから本当に隙間時間だけで投資をしてると、まあ基本的にはこう,こうやって稼働、うん、本業などの稼働が忙しいときは、もう相場に張り付くどころか、相場のニュースも見れないみたいな感じですよね。えー、その場中ですよ。まあそれでもね、えー、6億稼げるってことですから、まあその辺はね、だからその、どれだけ、えー、本当に稼げるときに集中して、時間と、お を繰り出せるかと、資金をね。そして、その、ね、集中してない時にどれだけ技を磨けるかっていうところなんじゃないかなと思います。野球10名と同じですよ。常に戦ってるわけじゃないんだよね。じゃあ、野球10名だってね、基本的には技を磨いて、ね、刀をこう、なんだこれ、こうやって、やってる時間の方が長いじゃないですか。で、本当に戦った時にめちゃくちゃ勝つ、みたいなね。まあ、そんな形で、まあ、普段は技を磨くってことですよね。まあ、磨か、磨いてなくてもいいんですけども、その爪を研いどくってことですよね。うん で、え、あとね、これ、冒頭にも繋がりますけども、日本株の活気失われつつあるということで、まあ、それでも、先行度、先行,先行でだってのかな、1位は維持してるけますますけども、アジアの中でちょっと活気は失われてますよ、ということが、まあ、言われてます。これはだから、まあ、確かにそうですよね。株価下げてますし、これまでは日本株のね、えー、上昇から今、 中期下落波動ですからね。別にこのチャンネルはずっと言ってますよね。今中期下落波動の最中ですよと。今ね、下落波動が続いてますよと。実際にその通りになってますけども、これがチャンスだと考えた方がいいですし、そういった思考であった方がいいですよね。今がやばいとか、な、な、なんだよと。がっかりするっていうのはもちろん、もちろんそう大事なんですけども、やっぱりこうやって下がった局面でようやくまた安く仕込めるというのが、まあ、勝てる投資家の思考法ですよね。反転思考。うん。 まあこれがまあ、まあ分かりやすく言うと、冒頭で話した逆張り思考にはなるんですけども、まあ別に個人投資家が逆張り思考でなぜ悪いと僕なんか思いますけども、今なんかね、逆張り思考って結構、うん、逆張り投資家でなんか悪。 扱いされてるんですよね。不思議なもんだと思いますけども、皆さんどうですかと、どう思いますかっていうのをね、ぜひコメントで教えてもらえたらなと思いますが、ただね、米国株も強い。うん、だからナスダックは強い。ナスダックさえ崩れればね、もっと日本株も米国株も安くなるはずなんですけどね、ナスダックやっぱルビディアがね、うん、やっぱり AI ブームの中で、ナスダックは崩れないんですよね。世界周囲になったってことで、これがマイクロソフトと、それからアップルを超えてきた。アップルがまだギリギリ、 一位なのかないや、エヌビディアが世界周囲か。うん。時価総額でね。だから、エヌビディアがこれだけ上がれて、それを、まあね、追従するようにアップルも、マイクロソフトも、ね、それからアルファベットも上がれば、まあ、なかなか、うーん、そうですね。ナス d ック崩れないですよね。っていう今状況になっているっていうところで、米国株が崩ればもっと一押せあるんですが、もう崩れなかったらですね。 崩れなかったのはもうここがまあ、そこね、みたいな形になる可能性もありますね。まあ、この辺りはもう皆さんそれぞれで、読みも違うと思いますし、かといって僕は勝てないわけじゃない,ないのでね、もう打診買いはしていますので、うん。という今状況なので、あとはここは駆け引きですよね。まあ、トランプやってるのと変わらないのでね、あの、ポーカーとか、うん、大貧味とか、大貧味。<laughs> まあ大貧味をここで出すかってとこなんですけども、うん、ね。 とということで、あとね、米の5月小売売上高が予想下回ったんですよね。で、高金利でやっぱり、まあ、要は消費がちょっと、うん、低調だということです。まあ、個人消費がね、やっぱもう、その財布の、まあ、その紐もも締まってますし、あとね、預貯金。 残高もどんどん減ってますよね。うん、やっぱりそういった意味では、借金制でも買うっていう状況なんですが、じゃあ借金数にしたってですよ、米国、ね、クレジットカード社会だからといってね、これだけ高金利だと、まあ借りにくいっていう、そういった状況ですよね。うん、なので、徐々に、まあ、小売,売上高も下がっているっていうのが、まあ、今回の、まあ、流れなんじゃないかなと思っています、うん。で、ミシガン大学のね、消費者信頼関数も、これきて大きく下がってきてるので、景気なく、 懸念も出ていいるというののが今の状況ですただ、まあ、景気の悪化懸念になるとお、今度はね、あれでしょ、パウルさんが利下げしやすいということで、年末の利下げ論もまた復活してるときてると。そして、それによって株価が上がってる。ただ、企業行政が先に下がれば、まあ、当然株価に影響を与えて、一旦それでね、下がるとは思うんですけどね。う で、その後は利下げで株価上がるっていう、まあそういった順番のはずなんですが、まあとにかくね、エネミディアを中心にしたらックは崩れないので、まあ、うん、まあこれはね、米国株読みにくいですよね。ちょっとチートなのでね、無敵ですよ、無敵。うん、あの、あれですよ、本当の達人が、うん、ヨガファイヤーを使うね、なんだっけ、ガイル、ガイルを,を使ったりとかね、 なんだっけヨガファイア使うのちょっと忘れちゃいました <laughs>。なんだっけあれ。うん、まあまあ、ガイルを使っているもんですよ。無敵じゃないですか。ね。本当の達人がガイルを使ったら。チートですからね。まあそういった今状況だというところですね。で、日銀総裁7月を利上げあり得るってことで、さ、え、ら、ー、にですね、日銀が、えー、利上げ観測を出してきたと。これ、上田総裁が実際自ら言ってるんですよね。まあそんなわざわざ言う必要ないのになぁと。ね、自分の、で自分の首を絞める状況ですからね。 まあでもここでなんか発言するってことは何かしらの意図があるのかなと思っていますし、ちょっとこのあたりは警戒かなと思います。4月ってことはもう、もうあと2、3週間ですからね。その、どこでやるかちょっとね、置いといて、この会合でってこと、18日か。いや、18日じゃないか。4月の会合いつでしたっけちょっと日にちは、うん、後で調べときますけども、まあ2、3週間の以内かもしれないですけどね。だからまあ、 この利上げのタイミングが迫ってるっていうのも日本株にとっては、ね、えー、かなりどうですかね、まあ不透明感が強まると思いますし、そこにね、ボ,ボディブロー的にね、ナスサックがちょっと崩れてきたら十分、十分ね、うん、下落あり得ると思うんですけどね、まあ下がんない、そんなにね、今のところね。 思ったよりは。で、NTT ね、そうそう、ドコモが新社長ね、えー、買収など、つまり M&A とかね、えー、などを通じて、えー、銀行業へのね、えー、まあ、あと自分のグループ会社にするってことですけどね、多分ね、えー、業への参入を目指すっていうことを発表したんですよね。これが面白いなと思ったんですよ。買収などを通じてと。もう、とっととね、今の地銀などでありますよね。 あの自分銀行さんとかね。うん。まあ、頑張ってるとは思うんですけども。まあ、そういうところをおそらく、うん、自分銀行買うってわけじゃないでしょまあ、そういうところを、まあ、とっととね、えー、箱を手に入れて、えー、それを通じてもう銀行業にとっとと参入しますよ、と。ね。楽天ね、モバイルみたいにゼロからやらないですよと、ね、と。ね。いうことを発表したってことで、で、これ面白いですよね。ますます SBI グループだけではなくて、今度ドコモも入ってくるてとなると、ま、地銀、うん、とかの再編であったりとか、 えね、今まで低迷していた地銀の株が急にね、ドコモが、TOB とか、ねまあ、M&A とか非常上化によって、まあ非常上化で上場はないか、まあそういったね、グループ参加に入ることによって急上昇みたいなことはあり得るんじゃないかなということで、やっぱこのちょっとセクターはね、また再び来年に向けて面白くなってくる可能性もあるんじゃないかなということで一応注目しておきたいなと思ってご紹介しました。今日はちょっとあの昼間あの出っ放しっていう話をしたんですけど、セミナーだったんですよね。 うん、昼間からね。なのでちょっと声が、ちょっと今日は枯れてる。僕はあんまり、ね、実は喉が強くないので、結構セミナーとかでね、まあ2時間半のセミナーなので、まあね、ちょっと2時間半で結構辛いと思いましたね。久々に。うん。というね、えー、今状況でちょっと声が枯れてますけども、そんなね、えー、まあ今日も、そんな忙しい今日もですね、X 投稿してますので、まあ、気になる方はね、X のリンクも B コーに貼ってありますので、フォローしてもらえたら嬉しいなと思っています。 あとはね、日経平均を見ていきましょうということなんですが、88円高で、まあ2日連続の、陽線ではないんですね。陰線。で、陰線で上げてるんですね。まあ、強くないですよね。陰線で上げてるってどういうことかというと、上がったけども、その上げが続かないで、その日の取引が終わってる。だから、陽線ではないんですよ。陰線。だけども、まあ一応下では切り上げてるという状況なので、まあどっかでやっぱり、うん、 強さを発揮できてないという状況なんじゃないかなと思います。で、38,570円で取引を終えたというのが今の状況ですね。で、ね、これ見てもらうと分かる通り、これ平行線なんですけどね。えー、まあ、その前回の高値を超えられてないですし、そのレジスタンスライン的にもですね。だこれ中期下落波動の真っ最中といった状況がまだ続いてますので、まあ、昨日の上げ、 うん、今日の上げという形で大きく上げているように見えますけども、まあ実際には、実際にはですね、まあそんなに、うん、状況的には変わってないんじゃないですかね。どうなんですかね。変わっているように見えますかね。うん、そんな変わってない。もちろん濃く一刻とね、えー、変わってます、変わってます、変わってないけども、濃く一刻とその市場、相場そのものはね、動いてますので、そういうた味ではね、明日以降急に急変、激変するかもしれないですけども、 まあ、この1日2日ぐらいちょっとね、お休みした割に中でも別にそんな変わってるとは言えないなと思っては言います。ということでね、えー、このね、今のこの相場、このね、75日移動駅線のね中で拮抗を続けてますよね。だから上,上杉君武田軍っていうこの川中島を挟んだ戦いのね、こ、えー、着状態がまだ続いてる。だからまだ午前。 6時とか、午前8時くらいじゃないですか。霧の中で、互いにね、遭遇戦になって、まだ戦っているといった状況かなと思っています。でね、まあ、あの、当然、上杉君は、ビシャモンテン。で、武田君は、えー、ね、ま、王、ルシファーって形で、えー、それぞれ召喚をしてね、戦っています。で、これね、後ろに、いい四天王が控えているという、今、そういった布人ですよ。布 <laughs> 人ね、デッキ上では。この相場というデッキの中で、我々は戦っているわけですからね。 まあでもこの話はちょっと続けると結構ね、あの、相場、というかコメント欄荒れるので <laughs>、あんまり僕のスタンス変わってないんですけどね、昔からこういうスタンスで、もうこの3年半やってきたんですけどね、それがなんかね、ゾイドのグスタフからね、その視点王に変わってるだけなんですけども、まあ最近見た人だとね、ずっと真面目にやここ、最近やってきたので、急に何言い出してるんだね、ふざけるな、みたいな風に、まあなり、なってしまうのは、まあ致し方ないかなっていうことで、ちょっとこれぐらいにしときますね。 あと、週末で話します。これ。もう週末に、こういった話はね、もう全部寄せていきましょう。まあ、レギュラー、平日は、なるべくコンパクトにね、真面目な話をしていこうということに消えました。なのでね、トピックスは、12円高いうことで、トピックスもそんな変わってないですね。うん、むしろ、75日、移動平均線に頭を押さえられちゃったな、みたいな感じじゃん。風に見えますけどね、感じのように見えますね。で、繰り返しになりますけども、先物も下がっているので、トピックスも含めて、このね、今の、 状況はそれほど変わらずということで動くんじゃないかなと思っています。というわけで、えー、あとはね、注目に見柄っていうところを紹介して今日は終わりにしたいなと思うんですが、まずは藤田観光ということでね、大幅増進しましたね。再編の思惑が高まったということで、これ 3D インベストメント n t p a r t n がね、31.9%を保有している、う保有している大株主の、おからね、えー、同社のお株を購入すると。 どうはであってましたっけどうだった気がしますけどもね。で、再編プレミア,プレミアムか、うん。だからまあ、うん、このお藤田観光何かしらのお形で、このね、シンガポールのファンドが買って、うん、どうなんですかね、分解するのか、まあ、再び非常上化するのか、うんど、何するのかちょっとこれだけでは読めないですけど、引用の文章だけではね、えー、より詳しい方がいたらね、あの、ちょっとコメントで教えてもらえたら嬉しいですけども、それで大幅で、えー、その思惑で上がってるんですね。確かに、 ねこのところずっと上,が上昇気象ですよね。これが材料だったと。昨日ぐらいまでは確か、なぜ上がってるかわからないみたいなことが、ま、としやかにニュースになってますからね。藤田観光上昇。なぜか、なぜかわからんみたいな。<laughs> 今日になって、まあそういった材料が、まあ、裏付けとしてあるんじゃないかみたいなことが言われたってことですね。あと、まあ、信用バ率が0.69ってことは、かなり空売りを入れられてるんですね。うん、空売りを入れるかはこのタイミングで。なぜなんだろう。うん。なので、空売りの踏み上げが超起こってるって。 そこ狙われたのかなうん、っていう可能性もありますよね。うん。カラオがね、一番いい技をってるってことは、それだけカラリーのが比重が大きいってことですからね。これもしかしたらまだ踏み上げ相場続くかもしれないですよ。うん。とは思ってますね。まあ、気をつけましょうと。まあそこを狙われてるんだったらね。うん。そこに狙うために材料がね、意図的に出されてるっていうこともあるんじゃないですか。こんな、こんなのね、本当にやったかどうかわかんないですからね。うん。 そうやって打診しただけかもしれないのでね。うん、実際にそれをやったかどうかっていうことは裏付けされてない所感を送っただけですからね。うん、ちょっとわからないですね。あとは、えっ、ー、と、そういった意味ではね、そうそうそう。まあ、このセクターがいろいろ動くんだったら、まあ、ロイヤルホテルも面白いなってことでね、今日合わせてご紹介しています。ロイヤルホテルは、まあ、もしこういったね、えー、ホテルセクターとか観光セクターの、まあ、再編が続くんだったらっていうことですけどね。ちょっとまだ今のところね、えー、情報、材料が えー、まだどれぐらい確かか分かんないですけども、ロイヤルホテルもね、ホストも、ロイヤルホテルごめんなさい、ロイヤルホテルも、2222円金銭をね、にこう頭を押せられて、えー、また、えー、下落基調にありまして、ただまあ、1024円ぐらいがね、えー、下値、ねえー、サポートとして、一旦はね、ここに安値、ね、ここで一旦補足工事してますので、 まあそういった意味ではね、えー、下値サポートラインとしてテクニカル上はあくまでね、えー、見ることもできるかなと思いますし、売り上げの方はね、なんか別にめちゃくちゃ悪いというわけじゃないんですよね。一応まあ赤字というよりは、えー、まあ増収減益予想ですか、うん、?2025 年はね。という今読みで、まあそれがまあ嫌気をされて、えー、下がってるんだとは思いますけども、まあこれもね、えー、ちょっと皆さんの方でね、えー、観光業、確か今日、 インバウンドがまた過去最高を出したと記憶してますので、まあ、このあたりがね、むしろ業績に、ね、影響を与えればもし、もしかしたらここからね、総工事判定する可能性もあるんじゃないかなというところでご紹介します。あとはね、こういった再編が仮に誠,誠であるんだったらね、誠ですよ。であるんだったら、うん、このね、えー、ロイヤルスもそういった再編の、ねえー、一つ。 日の目を見る可能性もあるんじゃないかなということでご紹介しました。まあ、どちらにしてもね、まあ、銀行セクター、観光セクター、旅行セクター、まあ、それぞれね、いろんな銘柄が、まあ、結構ね、えー、面白いんじゃないかなと思いますので、あと皆さんの方でね、いろいろ洗ってもらえたらいいんじゃないかなと思っています。ということで、今日は以上です。高速で。